津島に遊びに来てくださいよ。いや、ほんと一回津島来てほしいわ。いや、マジで行きたいです。マジで行きたい。絶対ですよ。来てきて、マジで来てほしいわ。Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones they coming now. あ、コウキさん聞こえます？はい、聞こえます。え、聞こえます今？聞こえます、大丈夫です。あ、はい。はい、じゃあコウキさん、あの司会進行の方お願いします。長崎出身のクリエイティブチームのアツバです。ここでは長崎で活動している若者をお呼びして話していきます。今回はコチョウチャンネルのコウキさんをお呼びしてます。じゃあまず軽く自己紹介をお願いします。はい、長崎県の津島で YouTuber やってます。コチボと言います。年は30歳で子供4人で消防士を 2月1日で辞めました。はい、消防士から YouTuber になった男コチボでございます。ありがとうございます。今日はこのですか、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそうですね、まずまあ僕らのアーツコアの紹介から入ろうかなと思うんですけど、はい、ジンさんちょっと紹介してもらっていいですか。あ、僕たちアーツコア、長崎出身のクリエイティブチームで今東京住んでるんですけど、今後は長崎のことを、紹介していければいいなという感じで活動していこうと思ってます。なんか、はい、コウキさんのその活動、ご活動内容、はい、現時点で言える範囲で全然大丈夫なんですけど、ちょっと聞かせていただければと思います。はいはい、活動内容というか、まず YouTuber になった理由というかですね、それがまずまあ、この時代に消防士を辞めるっていうのはですね、非常に反感を買ったんですけど、まあ、いろんなバッシングはあったんですけど、それでもやれるっていうことをちょっと証明したいなと思ってですね、それが、まあ、今後活動でやっていきたいことですね。で、具体的にはもう自分がやりたいことをやるのみですね。はい、こんなもんでいいですかね。15分間ぐらいこれ話してもらおうかなと思ったんですけど30秒ぐらいで終わっちゃいました。30秒全然大丈夫です。あ、なるほどなるほど、なるほど、だらだら言うよ。はいはいはい、自分たちのこう概要欄にこうコウキさんのあのチャンネルのリンクも貼りたいと思うんですけど。ああ、ありがとうございます。なんか多分まだなんていうんですかね、知らない人たちも多いと思うんですけど。ああ、たくさんいますね。やめ、そう、消防士、はい、やめるってなったのってこうなんかあったんですか、きっかけと。なんか簡単にいいんですけど。簡単に言うと、面白くなくなったっていうことですかね。うんうんうん、例えば10年後20年後っていうのが全部想像できる人生だったんですよね、公務員にいたら。うんうんうん、はい、なのでそれを1年辞めてしまえば1年後何しろか分からんっていう、まあ実際に今このね、ズームで会議してることも公務員の時じゃ全然想像できんし、うん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 、で今動画2本目上げたけど、あんなめちゃくちゃ危ない海に行ってキャンプするなんて想像もしてないけ、うん、まあでも人生ワクワクした方がいいかなと思って辞めましたね。はい、まあ、確かに簡単に言うと、うんうん、はい、なんか自分たち同い年で今30じゃないですか、ちょうど30になった年じゃないですか。そうですね、30ですね。なんかその節目でなんかやろうみたいな感じで思っていますか。あ、そういうのないんですけど、思ったらすぐするタイプなんで、やめろって思ってからは、そうですね、2、3ヶ月ぐらいちょっと迷ったとかな。まあでもやめるってことは決まってたんですけど、はいはい、何やろうかなーって2、3ヶ月フラフラしながら、まあでももうやめるのはもう即決まったんで、別に30とかいう年齢は関係なかったんですけど、うん、でもやっぱりなんかあるんでしょうね、やっぱ30の節目っていうのはね、やっぱり、うん、なんかやっぱりちょっと残して、なんかを残して死にたいみたいな、そんなこと思うんでしょうね、やっぱ30になると分かんないですけど、なんかすごいですね。なんかこうなんだろうな、長崎とかってなんかこうすごい公務員とかってこう、はいはい、なんて言いますかね、まあ、重宝されてるっていうか、なんかそのああめちゃくちゃ、はい、公務員ってめちゃくちゃ、はい、そこからこう YouTuber っていう、はい、わけわかんないですよね、だいぶ飛んだよね。え、だいぶ飛んでったよね。そう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 、消防士から YouTuber って、だってさ、やっぱり、はい、
真面目に生きとったけんね、やっぱりもう。退屈だったよね、やっぱり。俺、救命士の資格を持ってますし、で、ちょっとそれなりにね、褒めてもらってたんで、職場でも。やけん、あと10年したら、多分辞めづらいやろうなって思ってね。今しかないと思って、即辞めですね。今って対馬に住んでるんですっけ？ああ、そうです、そうです。もう対馬が好きなんで、対馬にいますね。あ、もう地元が対馬とか、そういうのやつ。あ、そうです、そうです。地元が対馬。そうなんだ。へぇ。あ、そうです、そうです。で、その、長崎日大にバスケットをしに行って、はい、まあ、その、孝志君と仲良くなって、うん、今、会議してますね。また職場で、なんか社会人になって、こんな感じで会議できるのめちゃくちゃ嬉しいですね。ああ。確かに。へぇ、確かにおもろいわ。あれですか、その対馬がやっぱり地元が好きみたいな、そういう思いとかがなんかあって。そうですね、やっぱり、なんていうのかな、まあ、場所っていうよりは生まれ故郷なだけなんで、うん、でも生まれたとこってやっぱりいいじゃないですか。で、なんかもっと人がね、その、明るく幸せに過ごせたらなって思うけど、いまいちこう、ちっちゃい地区だと、ね、羨ましいとか新しいことが、ね、やっぱり新しいことに対してね、やっぱり嫌いっていう、ね、気持ちが大きいから、そこをね、なんとかしたいなっていうのが今の思いだし、うん、そうだな、地元はやっぱりなんとかしてあげたいですけど、でもまだ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 なんだよ、今は自分かなと思ってますね。いや、なんかそれめっちゃわかりますね、はい、なんかわかるっすか、はい、だろうな、なんか地方出身の人たちってみんななんか地元大好きですよね。めちゃめちゃ好きですね。はい。なんですか、そう。俺、長崎、自分も28年とか住んでたんですけど、対馬正直一回も行ったことないですよね。ああ。どんな。来てもらいたいですね、対馬は。まあ、その、なんて言うとかな。やっぱり多分人が違うんですよね。離島で壱岐とかあるじゃないですか。壱岐とか五島とか。でも、やっぱりその離島の人は離島じゃなくて、やっぱり五島の人、壱岐の人、対馬の人って全然違くって、人の。どう違うんですか？いや、壱岐の人ってなかなかやり手さんが多くて、その、うん、もうみんな仕掛けていく方だけ、アクションする側。が多いんですよ、壱岐の人って。だから壱岐って観光名所とかしっかりしとるし、島外からのお客さんも多いんですけど、そうで対馬の人はいまいちそこがですね、その別にいいかなっていう人が多いんで、別にしなくてもいいんですけど、それ壱岐の人が正解じゃなくて、別にしなくてもいいんですけど、やっぱそこが全然違うなと思いましたね。壱岐の人がなんかこうアクションする側が多くて、びっくりしました。こういうなんか活動というか、消防士辞めて初めてそういうのが、あ、島でも人って違うなっていうのは、なんか分かりましたね。なんだろう。なんか、その、周りに、その対馬住んでて、なんか周りになんかそういう、なんだろう、YouTuber っていうか、なんかそういうしてる人ってなんかいたりするんですか？はいはい、YouTuber は、いますね。私の子供もしてますね。私の子供、はい、私子供4人いるんですけど、はい、あ、こちらのリンクも貼っておいてもらおうかな。あ、貼っておきますね、貼っておきます。子供さん、どんなことやってるんですか、YouTube で。あ、子供はただ大自然で遊ぶっていうだけのやつなんですけど、はいはい、2年間ぐらいもう続けてて、はい、今では俺の先輩ですけどね、はい、はい。そうなんだ。そうです。なんだろうな。なんか今後、なんかこう、なんだろうな、対馬でこういう動画撮っていきたい、なんかどういうのをやっていきたいとかって、なんか。そうですね、例えばですけど、その、はい、今、対馬って、その、なんか、テレビでやってましたけど、外国人が来たいランキングで、日本の中で6位とか入ってるんですよ。6位や、10位やったかな。10位、10位やったんですよね。ちょっと持ってすいません、6位って言いましたけど、10位なんですよね。ほんと、日本で10位ってめちゃくちゃすごいんですけど、その、
例えば俺が YouTube をして、対馬チャンネルとかにしてしまえば、まあそら再生数はいくっていうのは誰でもわかるですよね。あの対馬に興味ある人対馬って検索するんで、別に対馬チャンネルにしてしまえばね、対馬の興味ある人が見てくれる件が、俺のチャンネル名をコチボじゃなくて対馬チャンネルでもいいっては、そんぐらいは誰でもわかるんですよね。でもそれじゃ意味ないんですよね、俺がしたいこと伝えたいことっていうのは。それがそれじゃ意味なくて、だからやっぱりこうなんかこうなんていうのかな、対馬を使って人気になるとか、まあそれでも潔くいけばいいと思うんですけど、なんかそれはちょっと俺の中では嫌やなと思ったんで、なんかまず自分がやるしかないし、自分がやって本当にね、みんなから応援されるようになったら、そこで初めて対馬になんかこうできるのかなとかは考えてますけどね。だけど今対馬をどうのこうの、まあ最終目標は盛り上げたいですけど、でも現時点ではそんな大それたことは言えないんで、でも、とりあえず自分がやって続けるってことを本当に伝えたいですよね。はい、そんな感じですかね。はい、確かになんか、ちょっと、ね、質問のあれで連れてるかもわからんけど。いい、あの確かにこう今 YouTube って、あ、大丈夫ですか、はい、こうさん今。あ、大丈夫です。はい。なんか今確かに YouTube ってこうなんかこう参入する人たちがめちゃくちゃ増えたんですよ、このコロナに入って。多いですね、多いですね、多いですね。なんかもう元々テレビに出てた人たちとかも YouTube にこう流れ込んできて、多分すごいなんだろうな、激戦区というか、なんかすごい状態、荒波みたいになってるんですけど、なんかそこでなんだろうな、はいはい、こう多分いろんみんこう動画上げる人たちってこういろんなことを考えると思うんですよね。なんかどういう動画上げたらいいんだろうとか、でしょうね、でしょうね。で結局なんかこう自分が思った通りにならなくて再生回数の伸びをやめていくみたいな人たちがいると思うんですけど、はい、確かにあの今の話聞くと、こうきさんが、まあ、やりたいことをこう動画に、はい、とりあえず自分がやりたいことを動画にして、まあその続けていくっていうことをこう、はい、すごく意識してやっていくっていうのは多分めっちゃ大事なのかなっていうふうに思いますね、自分も。むしろ多分それしかも無理じゃないですかね。例えばあの視聴者をに視聴者に合わせて動画作るとか、例えば人のリアクション気にして動画作るとか、もうそんな時代多分終わったと思うんで、もう自分が本気でやるっていうことを決めた動画しか多分反映はないないのかなって思ってますね、今んとこ。なんかそのモチベってどっから来てるんですか？もうモチベーション、いやこれモチベーションとかないですよ、全く。モチベーションない、ないですモチベーションっていうか、もうやるしかないですね。やめとるけどね、うん、そうそう、あ、例えば自分のことをやっぱり理解した方がよくて、その俺って飽きっぽいし、その飽きっぽいし、継続するのが無理やったりとか、あとはもう逃げるんですよね、うん、弱かったんで。だけ例えば公務員続けたまま何か新しいことしようと思ったら、やっぱりその純度下がるんですよ、どうしても、うんうん、例えばこそこそ、お面かぶって YouTube したとしても、結局なんかめんどくさくなって2、3本上げたらもうやっぱり消防車行きいいかっていう逃げ道があると、やっぱり俺甘えてしまうっていうのが自分を分かっとかない経験が、だからその逃げ道なくしてしまえばやるしかないっていう。だけどまあみんなから理解されないですよ、だって完全に追い込んでますからね、自分を。はい、いや、そうですね、うん、こう自分もなんかその、まあ、映像に携わる中で多分いろんな人たち見てきたんですけど、多分なんだろうな、はいはい、こう YouTube に参入するはいいものの、そういうなんかこうこうきさんみたいにこう突き抜けたものがこう、はいはい、それが自分の自信につながってやり続けれる方ってやっぱなかなか少ないと思うんで、なんかそういうパワーがある人って、あ、大丈夫ですか、はい、動画が消えた、あ、やばい、あ、はい、そういうパワーがある人ってこう多分人が集まりやすいというか、みんな分かっているものの一番重要なことなのかもしれないですね、そういうなんか突き抜ける力。俺も1本目動画上げる1週間前ぐらいですかね、そのやっぱり人との出会いで大きく変わるなと思って、その人に言われたのが、そのまだ甘いと、
要するにその考えが 甘いというか、まあそのこれ以上言えないですけど、言われて、でそこで気づい、自分の中で気づきがあって、でそこで、あ、なんかやっぱりこうリアクションとか、そのなんか人の反応を気にする、だって人の反応を気にするってめちゃくちゃめんどくさいしきついじゃないですか。だってそれ自分偽ることになるんで、例えば公務員って市民が一番なんで、その市民のために働くっていうのが最初教えられるんで、だけどうしても自分がこうしたくても偽らないってなると、やっぱりね、その純度下がるんで、もう自分がしたいことだけをもう貫くしかないです、本当に、やるかやるかです。やるか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 です、確かに、なんかそういう勢いとかパワーっていうのは多分すごい大事ですね。これからしかもなんか今コロナで多分みんな今疲弊してるじゃないですか。知らせてます、大事だと思います。でやっぱり今みんな不安なのお金なんですよ、そう、これでお金の話するとちょっとみんな嫌うんですけど、お金って大事ですけど、そのお金の心配をなくしたら最強になるんですよ、そうです、ね、本当に、まあ、そうだってお金の心、単純にお金があったら多分みんなやる人もっと増えますもんね、正直。増える増える。でやっぱりお金がかかるけん、その YouTube が終わったりとか、やっぱりその継続できないっていうことになってくるんで、じゃあお金はどうするかっていう話じゃなくて、じゃあもうやりたいことを先にして、あ、足りんくなったらその時にお金のことは考えればいいし、お金っていつでも埋めるんで、本当に、だけそのお金がないけん、あ、採石なんか先のことばっかみんな気にするんで、例えば話ですか、ちょっと長くなるんですけど、明日朝6時に起きんといけんことがあるから今日の夜あんま飲まないみたいな、それって意味ないですよね、だけど明日何時に起きようがその夜めちゃくちゃ楽しみっていう、結局先のこと考えたらその時楽しめないんですよ、そうだけ今がつながって人生終わるんで、今を大事にしきれんやつはマジでもういつも 50% のエネルギーでしかいかないんで、だけそこをなんとかしたいですよね。確かにそれは自分もなんか毎日思ってます、もういつ死んでもいいような状態でやって、そうなるほど。じゃあちょっと次の話に行こうかなと思うんですけど、お願いします、アーツコアと、僕らアーツコアと、その、コテコさんでやりたいこと、をちょっとまあテーマに話していけたらなと思うんですけど、コテコさん的にどう、コテコさんって、コテコさん的にはやりたいこと、できること、これまず僕たちから話した方がいいですかね。どっちがいいですかね。どっちがいいですか。あ、でも聞いてみたいです。俺今パッて浮かばないんで、ちょっと、聞いてみたいです。そうですね。まあちょっとさっきも話したんですけど、今自分が勤めてる会社って、まあ今、東京で働いてるんですけど、コロナの影響を割と受けなかった方なんだったんですよ。まあとはいえリモートになってなんかこう在宅勤務が増えて、で一人の時間が増えた時にふと思ったのが、これコロナ明けた後でも多分自分の力で生きていく力が必ず必要になる時代が来るなって思って、そういうこうちょっとつみました、ちょっと待ってください急に積む癖あるよね。そういうのめちゃくちゃいいっすよね。例えばこの3人が、プロみたいにババーって脚本書いたりとかそんなんで喋れたら全然視聴者面白くないで、こういうのめ積みました、人さんの積みましたとかめっちゃ嬉しいっすもん俺。リアルよ、ね、嬉しいんすか俺めちゃくちゃ嬉しいっす。だって俺が積んだら嬉しいんすか。だって仕事めっちゃできそうなオーラ出しちゃって、積みましたってめちゃくちゃ面白いじゃないですか。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ面白い。全カットするので大丈夫です。全カットする。もう20代とかもうね、それこそ40、50の女性はもう虜やね、今のでね、本当に。そうそう、可愛いってなる、絶対なってるわ。めちゃくちゃいいっすよ。だけど、なんですか、これがリアルで、これで面白いじゃないですか、なんかこう、リアルじゃない計画とかしなくて、これが面白いっすよね、本当に。いや、マジで。で、同級生でこんな喋れるって、めっちゃ俺、幸せですね、今。その、なんていうんですかね、やっぱりこう、
向いてる方向が全然違う人もおるし、うん、でも向いてる方向が一緒の人にこうと喋れるってめちゃくちゃ楽しいですね俺は今。まあそう思いながらその地方になんか地元長崎でなんかその地方に貢献したいっていう気持ちもすごい強かったんですよ、うん、でまあこうやってなんだろうなそのコウキさんみたいに YouTuber クリエイターとして活動される人たちもいればなんかこうイラストレーターとか、まあ、動画作ってる人たちもたくさんいるんですよ。あーいますねいますね。でそういった人たちっているにもかかわらずなかなかこうメディアに出ないもんだからなんかこう分かんない目立ってないってことですね。要するに目立ってないってことですね。だからなんかその、はい、そういった人たちとこううまく協力しながら新しい未来を作っていきたいなっていう感じで、なんか一人一人じゃなくてみんなでチームになって大きいことなしようっていうことですかね、うん、目的的には、うん、こうさっきもコウキさん言ったんですけどその YouTuber になるって言ったらこうなんかいろいろ批判されたみたいなこと言ってたじゃないですか。あーめちゃめちゃありましたね。いやこれってすごいなんかこう40代50代の人たちのなんかこうパワーがすごい働いてるなっていつも思ってたんですけど、まああるでしょうね、はい、時代ってやっぱり変わるじゃないですか。変わります変わります。で僕たちの時代って昔の風習いつまでもこう守ってたら多分突き抜けれない部分ってかなり多くて、ああありますね。例えば時代が変わったんで、うん、そのもう新しい力になってしまったんですね。時代も変わったし、うん、でその今の40、50の人はそのなんていうんですか、やっぱりこう今の60、70の人の先輩たちの教えを継げっていう時代じゃったじゃないですか。その時代的にその、うん、そのこれを継続してつなぐことがその人たちの年代なんで、まあ仕方ないですけど、でも今はもう新しい力が出てきたんで、やっぱりどうしてもそこにこう変化をしてもらわんといけんですよね、やっぱりどうしても、うん、そうなんですよ。やっぱりそこはでやっぱり時代に変化できない人はちょっと厳しいですよねこれから、うん、その例えば何かをやろうとか、あこの資格取っとこうとか、あやっぱり新しいことばっかじゃなくてもいいけど、なんかな昔やり残したことをやろうとか、そういうことをやっていかないとちょっとなんか幸福度下がるっすよね。このまま死ねないってなりますよねこの時代じゃ。だって周りにいっぱい新しいことし始めた人がいっぱいいて、その中で俺何しょっちゃろうって絶対なるはずやけん、うん、その人たちとろなんか置いていきたくないっすよねなるべく。逆にこのコロナが来たことによってなんかこう考え方とか多分変わった人たちがたくさんいるじゃないですか。うん、いると思います、うん、で今後こういうデジタル化みたいなやつ多分どんどんもっと加速していくんで、むしろ力に入れるべきとこなんですよ ね正直。ただそこにはなんかこう地方ならではのこの村社会というか、新しいものにはこう、まあ、ちょっと排他的になっちゃってしまうみたいな、そういうのがやっぱ働いてるんで、そこをまあ、自分たちが変えていきたいなっていう思いはあります。そうですね、うん、どうしてもその俺の中で一つあるのが、その、まあ、いろんな人に言われましたけど、言われたぐらいでやめるぐらいだったらそんな覚悟はもうしょぼいんですよね俺的には。その、うん、言われてやめるぐらいはもうそんぐらいなら最初からするなっていう話で、うん、もう俺何言われてもいいって決めとるんで、今もう別に何言われてもやりたいこと貫くだけなんで、うん、本当に、うん、だけどもうその後ですね、やっぱりどうしてもその対馬に貢献したいとか、うん、やっぱり自分が先に幸せにならんと人にも幸せを分けれんなってますね、うん、でもいつかは絶対なんとかしたいなと思ってます。なんとかって言えば、うんうんうん、思ってますね。で一緒ですよねその辺は。そうですね、なんかこう今のフェーズだと多分なんか違うのかもしれないですけど、その先々、うん、最終的なゴール地点っていうのは多分お互い一緒なのかなっていう感じでしょうか、うんうん、向いてる一緒、向いてる方向一緒だと思いますね、うん、はい。いや多分他にもたくさんいると思うんですよね自分たちの年代で。いやいますいます、うん、絶対います。まだまだ隠れてるんでちょっとどんどん引き抜いて、うん、割り出しちゃうやっぱ面白い人めちゃくちゃいますよね。いやめちゃくちゃいます長崎、うん、ただこういうことをやるとやっぱり叩きたい人たちも出てくるんですよ自分たちを。でもそこはまあ自分たちも全然もう気にせずやろうと思ってるんで、
まあでも叩かれて1年前ですからね、ほんと。てか叩かれたら勝ちかなって正直思ってます。ああ、そうそうそう、叩かれたら勝ちかなって思ってました。いや、わかるわかる。やっと1、2前ですね。みんなが応援してくれるのは、それ全部嘘やけんですね。本当に叩かれて1、2前って思うんですね。まだ叩かれ方もまだ全然なんで、俺も、うん。まだまだかなと思って。まあ、叩かれるのが一番いいですけどね。でも、それも覚悟や、覚悟ですよね。それも覚悟して、新しいことしたんですよね。うん。なんか面白いっすよね。なんですかね、ここ。うん。うん、その幸喜さんのこの松島で活動してる、はい、たりするじゃないですか、はいはい、こうゆくゆくはこう長崎が抽象的ですけど、はいはい、なんか元気づければいいなみたいな、そういうのってあったりするんですか？いや、あります、あります、うん、例えばまあ対馬ちょっと特有ですけど、長崎とかじゃなくても、そのなんていうんですかね、俺子供が4人いるんで、はいはい、その30歳が夢を今から持つってことをだって教えられてないじゃないですか、俺たちって。将来の夢なんですかって言われて、小学校の時に将来の夢を教えられるけど、結果高校とか大学とか行ったら、やっぱ現実見ろ現実見ろみたいな、いい大学行けとか、そんな現実ばっかり突きつけられるけん、それって全然面白くねえって思って、でも今の俺の子供たちとか次の世代にはやっぱりこうワクワクする時代、その自分たちがして別にお金を稼ぐでもいいし、その自分がその例えば絵を描くとか、うん、歌を歌うとか、それを本当に満足して死んでもらいたいし、それで死んでいいとよっていう、それをもうそれもしていいとよっていうことを、うん、なんか次の世代につなげたいですよね。例えばその、うん、何県とか関係なく、本当俺たちのこの会話を聞いた本当に中学生と高校生が一人でも、うん、あ、30歳でも新しいことしてんやとか、40でも新しいことできるんやっていうことを、うん、なんか分かってほしいですよね、うん、例えば俺が髪染めたじゃないですか、うん、黒から緑に染めたんですけど、うん、俺の長女が言った言葉が、パパめっちゃ夢叶えるやんって言ったんですよね、うん、だけ別に夢叶えたよって言わんでも、あ、パパは夢を叶えよるじゃっていうことは伝わってるんですよ、実際に、うんうん、だけ、あ、俺これの方が教育いいなと思ってそうだけ子供たちが YouTube したいって言ったけ YouTuber にもなったし、うん、だけなんかそういうのを持って大人になってほしいなって思ってますね、今は。自分も東京来て、なんかそのいろんな人たち見てきたんですけど、もうさっき幸喜さんが言った通りで、はいはい、今まではなんかまあ、はい、いい高校行っていい大学行っていい企業に入って、でそこでこう階級上げていくっていうのがまあ多分一般的な黄金ルートだったと思うんですけど、うん、正しい正論、ここに変わってきてて、大企業じゃなくてベンチャー企業に入ったりとか、うん、で就職せずになんかそういうアートの世界とかクリエイティブの世界とかに入る人たちもいるし、うん、なんか自分でもう起業する人たちとかも、なんかこう仕事っていうか働き方のあり方みたいな、もう本当にだんだん変わってきてるんですよ、うん、だからまあ変わってきましたね、変わってきてたじゃないですか、うん、でも地方ってやっぱりそういうことやっちゃうと言われるんで、うん、でもそうじゃないんだよっていうのを伝えてきたらいいですよね、うん、そろそろじゃあこうしたなんかいい感じに締めてもらっていいですか？いい感じに何も考えてなかった締め、まあ、まあ、とりあえず、まあ、これからもう一緒に何かしらできたらなって、うん、一緒になったら、そうやね、こういうて、ね、いけたらいいかな、仕事だけじゃなくてこう遊びながらでいけ、こうなんかね楽しく話せたら楽しいよね、本当、うん、楽しい、いやいや今日はもう本当に楽しかった、多分これからもちょっと自分たちがなんかその長崎を拠点に活動してる人たちといろいろ話していきたいと思ってるんで、まあ幸喜さんと何かしらの形で、はいはい、なんか一緒にできたら嬉しいです。そうですね、はい、はい、やりましょう。いやなんかすみません、今日わざわざ時間取らせてしまって。いやいや大丈夫です、こんな感じでいいですか全然大丈夫いやいや、ありがとうございます、まあ、そんな感じでじゃあ締めようと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。いや、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだまだじゃ連絡なしで会いきます、ね、連絡なしで、はい、全然 OK です。家分かんない、家分かんない、だから明日じいさんとこうした松島来てください。そう、俺らですか、まあ、早い早い、いや、でも今言ったら怒られる、今言ったら怒られる、やばい怒られる